はい、上手でーす。はい、楓でーす。今日はね、福島もめちゃくちゃ暖かいです。桜まだなんですけど、あと2週間ぐらいで咲いちゃうような感じです。今日はね、楓ちゃんね、だいぶ、スクーターのね、バイク全く知らなかったんだよね。で、最近やっとね、乗り方もね、全く問題なく、簡単に覚えちゃった。簡単でした。で、もう本当に、この大きいスクーター、この間は250だったんですけど、大きいのはどう？楽？それとも、どんな感じ？一番運転しやすかった。しやすかったです。しやすかった。もうとにかく普通に、初めてでも乗れちゃうっていうやつだよね。で、まあ今日はね、こちらの2台、ご紹介なんですけども、どちらもね、単車の部分、まあ中身とか単車の部分は一緒です。スカイウェーブの、スズキのスカイウェーブの650ですね。それをトライクにしたもの。こちらはね、トライクジャパン製の、まあキットの、まあカウルも、これ量産タイプのカウルなんですけども、結構この、カウルがメジャーです。少し丸みを帯びてて、まあ、やはりね、長くてワイドで。そこにね、オーバーフェンダーとか、多少ね、手は加えてありますけども、トライクの場合ね、長さと幅があると、もっともっと安定するっていうことで、まあ、問題なく、楽々運転できるように、オートマ限定の免許でも、乗れますからね。安心してお乗りください。こちらね、ただいま売り出しにかかろうと思います。お客さんのね、委託車両なんですけども、かなりね、手入れされてて、距離も3万6千キロ、まだまだ走ります。国産なんで、まあね、10万キロ近くは全然問題ないと思います。で、あと、その、機関系もね、まあ、ミッション、オイルね、全部ね、やってあります。で、あと、車検もね、来月で切れるんですけども、車検を、2年入れて、売り出しますので、欲しくなっちゃう。欲しいですね。もう、本当はね、私もね、ちょっとね、お金に余裕があれば、まあ、楓ちゃんにね、乗ってもらえるやつを1台ね、あれしちゃおうかなって思ったんだけど、やはり、なんといっても、ちょっとね、桁が違うぐらいちょっと高いんで、その辺はね、まあ、しばらく250で、頑張りますか。ね。頑張ります。うん。でね、こちら、ちょっと後ろの方をぐるーっと回ると、トランクもあります。トランクはね、収納スペースがね、結構多いんで、まあ、皆さんね、トライクっていうと、もう本当にツーリングで、荷物をね、がっちり積んで、お泊まりでね、行く人が多いんで、こちらこんな感じの、荷物入れになってます。今ね、ちょっとね、メンテナンスノートとかね、車検証とか入ってますけども、こちら、まあ、一泊二日のツーリングでは、普通に、全然ね、問題ない、容量サイズかと思いますね。で、こちらぐるーっとこう回って、で、あとね、もちろん、バックモーター。これだけ大きいとね、やはりバックが、しづらいということで、まあ、よほどね、緊急用になるんですけれども、バックモーターのスイッチをオンにして、なおかつね、手元でバックをできるようにしてありますんでね。その辺がこちらもうちょっと楽ちんにバックできるタイプになってます。あとね、こちらリアディテール。どうでしょう？ワンオフでね、カウルをね、全部製作してますんで、型枠からね、カウルを製作してますんで、まあ、製作期間がね、2年ほどかかってます。これはね、フルオリジナルの一点物です。他に同じカウルがございません。
中身はね、こちらの、トライクジャパン製と、ほぼ一緒なんですけども、カールにね、すごい、お金をかけたというか、そういう車両になってます。こちらもね、ちょっと今、後ろ向いてるんで、トランクルームちょっと見てみます。トランクルームはね、やはりこのね、フルワイドタイプになるとね、もう車と一緒で、もう後ろがガパーンと開くようになってますから、このぐらいの広さですね。普通にゴルフバッグ入るか入んないかぐらいの長さなんですけども、結構容量的には、使えると思います。あとね、こちらに回ると、ほぼ一緒ですね。まず燃料はこの、パチンと押せばね、燃料コックが出てきますんで、燃料は、国産なんでレギュラーを入れてください。あとシートですね。シートを、上げると、バックモーター用の、バッテリーがついてます。こちらね、ツインバッテリーでね、バイク用のバッテリーとバックモーター用のバッテリーがあります。これね、バッテリー上がりなんてほとんど起こさないようにね、そういう対策もしてあるんで、あとサウンドのスピーカーはね、これ取っちゃってもいいんですけど、もしね、ウーファーがね、ものすごい大音量で聞きたいという方はね、このままにしといてください。あとね、説明はもう本当にオートマにするか、オートマのね、ドライブモードにするか、マニュアルモードにするかですけど、マニュアルモードはほとんど使えません。こちらのサイズとかね、650cc になるとね、ドライブ、普通のオートマの、D モードで十分です。ですからね、運転が楽で、なおかつね、安定してて、長距離もね、全く疲れない。そういう乗り物になります。はい、てつさん。じゃあね、短かったんですけど、今日はこの辺で、帰りましょうか。はい。ね、一旦ね。じゃあ、一旦戻ります。この天気なんで、ちょっと寄り道して気持ちよく戻ります。寄り道、はい。多分ね。変なとこ寄んない。変なとこ。オッケーオッケー。ご飯でもね。はい。楽しみに、どっか行きましょう。はい。じゃあまた、上手でした。バイバイ。バイバイ。じゃあカメラ目線で、行きますか。じゃあね、また、バイバイ。ちょっとぐるーっとしていきます。